皆さんこんにちは。愛媛県西条市着物しおみ代表のしおみです。お元気ですか？イエーイ。今日は6月10日今日はね、第80回目、記念すべき80回です。イエーイ。しかしまあ暑いですね。暑いで、暑いけど夏こそ着物です。夏こそ着物を着ないといけません。はい。え、あ、これ扇風機はね必需品です。はい。これ、すごいお利口さん。ダイヤル式でね、充電できて、扇風機のね、宣伝じゃないんですけどね。はい。もう、こういうアイテムも必要になりますので、皆さんね、こういう涼しいアイテムも持ち合わせながら、着物を楽しんでいただきたいと思います。実は今日はですね、何をするかと言いますと、明日から、6月11日からですね、一水庵というね、着物の、展示をしたいと思っております。あれ、ちょっと待って、これ何や。あ、キクちゃんまたやられた。これ違うよ。あれ今日めっちゃギャラリー多いんですよあ、これですね、これ。はい、はい、いつや、はい、なんか後ろでこうはい、いつやんです。はい、こういう字書きますね。はい、京都の西陣の万勝さんっていうところがね、メーカーなんですけど、そこが一水庵というブランドで、着物、帯を作って、それに合う着物もね、作っております。どういう着物かというとですね、まずは糸にこだわってるんですよ。まずは糸。で、糸って皆さんね、世界中でまあ作られてるんですけど、大きなね、インドとかブラタク社とかね、ブラタク氏とかってあるんですけど、国産の繭ね、過去にもいろいろご説明しますが、小石丸だったりとか松岡姫だったりとか、いろんな繭があるんですけど、国の文化財に指定されているのが、薄い製紙、がね、建物が富岡製紙、群馬県の富岡製紙のレンガ町の建物のところがね、世界遺産にユネスコに登録されました。7年、5年、8年、10年ぐらいなのかな、もう。ね、それぐらいになります。はい。で、ちょうどね、結城紬とかが指定されたと同じぐらいの時期だったんじゃないかなと思うんですけど、はい。で、そこで今も、薄い製紙っていう製紙工場があって、そこで糸って、国内の糸の大半はそこで作られています。はい。で、そこで、だいたい春繭、秋繭、夏繭とかってね、繭が取れるんですけど、だいたい品質がいいって言われてるのが、春繭です。春子とかって言うんですけど、なぜいいかというと、桑の葉がね、こう、新芽を吹き始めて、葉っぱ、桑の葉が取れるんですけど、それをね、サナギに食べさせていくんですけど、やっぱり、寒い冬を通り越して出てきた、柔らかい葉っぱっていうのは一番こう栄養素も高いって言われてるんですよね。で、その春繭っていうのは細くて強くて何より光沢がいい。はい。で、この三大冠を、寝てませんか？大丈夫ですか？すいません。三大冠をね、使った糸を、よいしょ、これがおかやこさん、これが糸、バックがいかんねで、この糸を使って、帯を織ってるんですね。で、着物も作ったんですけど、着物も先染めです。糸を染めて、で、柄を出していってます。で、後から友禅で染めるんじゃなくって、これすべて先染めが基本ですね。ほとんどが、先染めで、糸を染めて、それを織っていってます。非常にね、しっとり感が、やっぱり普通の繭よりも、しっとり感がね、すごくね、いいんですよ。これがちょっとお太鼓の位置がこの辺かな。はい。で、コンセプトは、年齢関係なく幅広い人に着てもらいたいっていうのが一つ。で、もう一つは、着ていく場所を選ばない。
広くね、いろんな場所で着物のことが好きな人が着物を着ていけれるようにということで、まさしくね、夏含めて、着物をね、着ていくっていうところなんですが、もう一つ特徴としてはですね、こう図案が非常にまあ大きいんですよね。大きめの図案。ああ、見える？見え？あら、こう？はい、これはね、あの伊藤若冲さんの図案を用いてます。少しこうピンクの綺麗な色です。似合うでしょうか？あんまりって、あんまりだそうです。はい、男性には、男女兼用にはならなかったみたいですね。はい、でも、この幅がすごく広いんですよ。尺5分の幅のものがあったりするんで、お、身長の高いあやちゃんも大丈夫です。はい。手の長い方でも大丈夫なように作られております。はい。で、これもね、エヴァなんかもあって、着物になると、伊藤若冲。はい。ウィリアム・モリス。イギリスの、はい、ウィリアム・モリス。よく、まあ、着物とかの図案にね、はい、使われるんですけど、綺麗。あ、雪見先生、ぴったりですよ、これ。雪見先生。着てみますか。はい、油断禁物です。はい。で、こういうね、ちょっと、源氏工ではないですけど、ちょっとこう、斜めのね、網代みたいになった図案なんかも、非常に綺麗です。で、この素材なんですけど、少しね、なんて言うんだろう、友禅物はもっとタランとしてるんですけど、紬でもなく、お召しでもなく、お召しと、普通の友禅物も無地とか古文とかの間ぐらいで、よりをあんまりかけてない、ゆる練り、ゆる練りです。言葉が出てこんけど。で、もうこの地をね、そのまま着物にねしていただけます。はい、これも若冲。はい、これも若冲です。若冲の図案を取っております。ああ、やっぱり暑いね。ちょっと扇風機の力を借りながら、はい、ちょっと進めてまいります。で、ここにね、名古屋帯を用意してるんですけど、普通こう、名古屋で名古屋仕立てにするじゃないですか。で、こうちょっとカラフルなね、面白い、こういう帯なんですが、これを、京袋って、仕立て方で、京袋ってこう、横を、二重に見せるように仕立てるんですけど、今回はこの帯を二重太鼓になるようにこういう仕立てをご準備させてもらいました。はい。どうなってる？ありがとうございます。こうなってます。これもうお太鼓になる。二重太鼓になる、これ。そうそう。ただ、裏を返せば、帯芯は出てます。はい。ただ、表には出ないんで、見えるところは、綺麗に二重になるような仕立てを、今回はご提案をさせていただくというところで。はい。だから、普通にも、袋帯、締めてるような、見栄えになるんですね。はい。はい。これはね、この機会にね、ぜひね、一本作ってください、皆さん。はい。はい。種類もいろいろあるんで、で、もちろん、お手持ちのものとかでも全然できるんですよ。ただ、今回はこれで作ってもらいたいだけです。はい。同じ生地がないから違う。
ちょっと横からクレームが来ておりますが。はい、ということで、ここ、一水庵さん。はい。この文字をちゃんと覚えておいてくださいね。はい。非常に着ていきやすい着物。普段から着る着物。はい。もう本当に今ね、着物もカジュアルにも着てもらいたいし、冷装にも着てもらいたい。まあ、洋服の感覚で言うと、ドレスとかタキシードっていうのが、まあ、冷装じゃないですか。だけど、ちょっとスーツをいいところに着ていくっていうような感じのところから、まあ、普段まで着ていくっていう感じの用途で使う着物です。はい。最初からまたね、めくる順番を間違えたみたいですが、次、これです。加賀友禅。はい。もう一つですね、加賀友禅。加賀友禅ということは石川県ですね。石川県。で、今回、加賀友禅をご準備させていただきました。で、加賀友禅というのは特徴がありまして、加賀五彩というね、5つの原色の色を用いて、着物をやってます。そうです。昔ね、宮崎友禅祭が石川県に行きましてね。で、その中で、まあ、加賀独特の技法を生み出した。で、やっぱ贅沢をしたらいかんということで、あれ、奢侈禁止令が出たときに、あ、じゃあ金箔を使うのをやめましょう。箔使いをやめる。まあ、金沢は金のメカなんですけどね。で、刺繍をしない。で、贅沢をしたらいかんよっていうので、加賀独特のこの技法を生み出していきました。はい。そう、さっきね、杉浦真さんとかの着物があった。これ?これや。もう、加賀もね、代表する今作家さんなんですけど。非常にこう柔らかくて、綺麗です。で、昔はですね、虫食いって言って、この葉っぱが虫に食べられたように、黒いプツプツっていうのを描いてたんですけど、あ、最近はね、その虫食いもなくなってきましたね。こういうのが虫食いって言います。で、こういうちょっとこう虫が葉っぱを食べてるっていうのが、やっぱりその、なんていう、消毒とかされてないような、自然の中の、花っていうところで、リアルに表現するということで、虫食い技法っていうので、加賀の特徴だったんですけども、最近はその虫食いをあまり描かなくなってきましたね。加賀友禅はこの刺繍とか金箔金駒刺繍等々ないんですが、まあ花鳥風月をテーマっていうか、花鳥風月で描かれることが多いんですよ。で、まあ、お茶人さんなんかにも非常に人気が高いですし、うん、着物といえば加賀って言われるぐらい、もう加賀ファンの方も非常に多いです。はい。ぜひね、一枚は加賀を。で、これも、色留め、訪問着、で、色留め、黒留めって、すべての種類ね、ありますので、これ黒留め。黒留め袖。で、黒留め袖の加賀も非常にこう、黒の上に乗る色って非常に綺麗で、結構黒留めって言われるときに、加賀友禅見せてくださいっていうお声もね、たくさんいただきます。
黒留袖っていうのは、まあ、お家を表すね、ものになってきますので、いいもの欲しいって言われる方多いですよ。あります。で、実はですね、6月って毎年着物しおみは創業祭という形で創業フェアをしてるんですが、まあ去年もまあコロナでね、大きな祭事っていうことができなくなりまして、まあちょっと個展だけをこうさせてもらってるんですよ。で、実は今年も、まあ、その創業祭っていうのを、まあ、実はもう早い段階からも中止しました。ただですね、まあこういう商品をご準備させていただいたりとかですね、なんと今年着物しおみ創業45周年になります。ということで、さっき映ってましたが、45周年特別コーナーだイエーイということで、めちゃ気合い入れてます。めちゃ気合い入れて、加賀の夏物とかもね、あるんですが、こちらにですね、塩味好みというか、私好みの着物、帯、この6月は帯の発表をしようということで、準備をしております。さあ、こういう白金の帯ですね。これはですね、いつもね、ご紹介させてもらってる、近田屋源兵衛さんところの帯なんですけど、これをスペシャルプライスで出しております。そう、感謝の気持ちを込めて。感謝のスペシャルプライス、感謝が詰め込まれた帯です。はい。込めて。よよでね、一つ面白いのが、ここマジすごいですよ。もう金額で言うたら、もう金額はねものすごいです。5万円とか6万円とか、あ、この辺は違いますよ。これは特別プライス45周年記念の45万円です。はい、え、言わん方がいい？いや、言うた。で、出してるものもあるし、10万円とかで出してるものもあるし、で、これ出してんかな？ピーコックドアって、聞いたことあります？読みました？ピーコックドア。ピーコックドアっていう、エルメスが作った、ピーコックさんが、作ったドアがあって、これ1億円って言われてるんですよ。で、それが何が1億？ドアドアがドアが、この扉が1億円の扉って言われてる。で、そのドアがちょっとなんか話が右往左往して、ちょっと内容がちょっとホテルの名前忘れたやホテルの名前忘れたやはい、飾られてるんですけど、そのピーコックドアを帯にしました。皆さん、あ、ピーコックドアで調べてもね、すぐ出てこんかもしれんね。寄って、はい、こういう鳳凰、そう、この携帯の中に入ってるはい、そうなんですよ。で、結構今回10万円以下というご奉仕で出してる帯もたくさんありまして、ピーコックドアからのイエーイ45周年ということで、非常に高価な帯を今回特別価格で、まあ45っていう数字もこだわりたかったんですけど、派手でしょ。そうそうそう、ちょ、これちょっと
今回はちょっと電気屋さんみたいになってみようと思ってちょっと真似してやってみました。帯が見え？やっと気づきました？帯に夢中で全然後ろ気づかなかったでしょ。いやいやいや、今回力入れてるんですか？もうすごい主張よ、これ。いやもう壁全部しようかと思ったぐらいなんですけど。呉服屋さんこれ。呉服屋さん。はい、ということで、まあ、あといろいろお飯とかですね、いろんなものをご準備させていただいてるんですけど、はい、今回もう本当に創業45周年祭ということで、ちょっとね大きくはできないんですけど、細かくその月その月で、特別なキャンペーンを小判、していきたいと思っております。で6月は今後動画 2,3 回登場してるんですけど、あの塩見に来ていただくと塩見オリジナル入浴剤が小判、金の小判を、ああ落ちた落ちた、小判が崩れた、はい、これ誰か隙間開けただろこれ、あほら人のせいにするそうこの間人のせいにしたらいかんという話をね、近くの人が言ってました。近くの人、いやいやいや、ワールドのマスターあげとったんやけど、じゃあなんて言うたらバー、あそこはバー、バー西条のバーの店長が、店長オーナーさんが言っておられましてはい、すごくね料理も美味しいところなんで、ぜひ西条に来たら行ってください。はい、ということで金の小判をもらいに来てください。もう持って帰られてますね。もうはい、ありがとうございます。もう一つ言います？あ、そうですか。いや、もう一個いるって言ったらもう一回来てもらわないかんかなったんですけどね。はい、明日、はい、明日来てください。明日またプレゼントします。はい、ということでちょっとまだね今日もズルズルになりましたが、今月ね後半には皆さんね楽しみにしておいてください。現場に行きます。現場配信をします。あやちゃんは焼けたらいかんのんで、クーラーの効いた部屋で見てるそうです、どこに行くかというと、これも晴れても雨降っても基本行く予定にしてるんですけど、農家に行きます。農家、はい、その理由は25日の配信を見ていただいたら、分かるんですけど、その前にも81回目がありますんで、それをまず見ていただいて、来週、で25日の金曜日は現地に行きますので、楽しみにしてください。今場所を言おうとしたけど、言うたらテロリストが来たらいかんからねちょっとヤジが入ったらいかんから、ちょっと今言うたっけ俺、今言うてないね、言うてないね。はい、ということで小松丹原の方に、行きたいと思いますのでいや、そこまで容器あるから大丈夫だな、ね、小松丹原だいぶ違うもん。そうそうそう、めっちゃ広いから、もう向こうめっちゃ農家さんいてるから大丈夫です気になる方は、はい、気になる人は、はいはい、あ、そうそうそうやね、はいはい、何が起こるかね楽しみにしておいてください。はい、それではね、6月10日、第80回のね、配信の方を終わりたいと思います。明日6月11日から14日までですね、塩見のね花鳥風月展、を開催しておりますので、皆さんね来ていただきたいんですけど、後ろに、ね、今何人立ってるかわからないですけど、たくさんおるけど誰も案内状持ってきてくれませんでした。はい、ということで次の配信をお楽しみに